僕オールスター出た時にね、他球団のキャッチャーとバッテリーを組んでそれまで抑えてたんですけども、後半に芯で食われる当たるようになって本当ですか苦労しましたよ、ね、それくらい受けるとやっぱりちょっといろんなものが分かるわけですね分かりますね、うん、で何になりたいですかって聞かれたりすると、自分の得意球を言うじゃないですか、そうするとキャッチャーっていうのは得意球、僕の得意球を狙ってくるんですよね。なるほどね。一、二塁間、セカンド追いついた、ベースカバー、テラーラ、ジャンプしてキャッチ。いやー、ギリギリのプレーになりましたが、よく最後テラーラも取って、そしてしっかりベース踏みました。やっぱり今ね、1、2塁間を抜けるような当たりでね、強い打球でした、はい、非常に内野安打になりそうなんですけども、ピッチャーがとりあえずベースまでは行ってる、ボールがね、少し高かったんでジャンプしましたけども、スタートが遅れたらこれでもセーフになりますからね、この辺はしっかりとピッチャー寺原が準備できてました。まあ、やっぱりね、今日2桁かかってるので、集中力っていう部分ではかなりあると思うんですね。プレッシャーの中投げていきますけどね。